お願いします。これが、まあ、以前も来たんですけど、ホルモンの、まあ、焼肉の自販機です。自販機じゃないよ、自販機に見せかけて、まあちょっと手動的な感じです。ちょっと入れていこうかなと思います。お願いします。いう感じで、ね、駐車場があって、まあ、今日止めたんですけど、まあ、この中で何が出るかお楽しみということで、前回もやったんですけど、30グラムパックは事務所内で販売しています。はい、もう一つ欲しいんですけど、どうしたら、どうぞ入れてください。あ、わかりました。はい。あ、すいません。あ、すいません。あの50円玉が2枚なんですけど、大丈夫ですか？はい、すいません。ありがとうございます。こんな感じですね。国産牛小腸と、牛心臓ですね。国産牛。
こんな感じ。わかるかな。すごい切りやなんか食べやすいサイズ。いいね。こんな感じです。これね、心臓ってレアじゃないですか。レアっていうか、珍しくないですか。こんなもんか。あれですけど、ちょっといただきます。あ、うまっ。コリコリしてて、いただきます。うん、さすがにもう焼肉屋さんにおろしてるだけあって、焼肉屋さんの味です。で、まあなんかタレとかつけてない、まあシンプルな感じなんですけど、非常に美味しくいただくことができます。うん、まあまあこれいい感じやな。この家で一人焼き肉するのにはもう本当に内容的には満足です。今回2度目だったんですけど、あ、2度目というか2回目なんですけど、よし、次はね、小腸かな、まあ、ホルモンです。まあ、気軽にね、まあ、300円ですけど買うことができますよね。だから今日の酒のあてに一品みたいな感じで300円と、まあ、ビールと一緒に飲んだらいいかもしれないね。そろそろいけそうな。いただきます。しっかりつけて。これもいいです。うん、あ、うまっ。うん、非常に柔らかくて食べやすい。うん、いや、はい、という感じで今日はお届けいたしました。まあ前回のね、電話したんですけど、今回はちょっとまた改めてということで、皆さんもぜひ行ってみてください。営業時間が、10時からかな、10時から11時だったらごめんなさい、まあ、昼前にはお店を出してやっていて、そこから夕方の17時まで、やってるということで、ぜひ行ってみてください。YouTube、Instagram 始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら、編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。